いい天気ですね。はい、今どちらにいらっしゃるんでしょうか。今日は埼玉県の私にいらっしゃいます埼玉県からありがとうございますあの黒浜沼、黒浜公園だっけ、なんだっけ、がオープンしたということで、ね、広報大使に申請できます。これはあれ、こっちの こっちの道路っていうか、こっちの公園もさ整備されたね。なるほど、これ関山式ですね。ドキドキに、どういう意味のドキ、なんかあるある、坂道とかマジでさやばい、階段登って登り切った時にちょっと心臓ちょっと弱いじゃん、すごい、なんかたまに大丈夫かなと思ってる、うん、これ、まあ打ち合わせ兼ご飯食べて、はい、お寿司食べて、お寿司食ってましたね、浦和で、はい、大丈夫ですか、ご飯食べていいですか、うん、どういうこと、その時に平子さんは、お酒を飲まれてたじゃん、はい、乾杯してる動画が、動画じゃない、写真があって、和田さん、水あの普通のお茶とかも頼まず水で乾杯しました、はい、しました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、じゃちょっともうちょっとの奥の方に潜入していきたいと思います。いいね、この広大な、あ、モンシロチョウ、モンシロチョウ映らん。さあ、ということでパート2ですけども、そうなんですよ、ここでですね大原桜子さんのトークショーの司会をですねやらせていただきまして、蓮田の何年前、蓮田の田んぼで踊りましょうですね、間違えた、あの日のオルガンというね、映画が、舞台が蓮田市だということで、何年前だろうね、コロナ禍前だから4年5年前、早いね、本当俺らも本当年取るわ新緑綺麗、いいね、どうですか、緑ってやっぱ落ち着くな、本当なんだよ、ストレス溜まってるでしょ、やっぱ子育てで溜まってない、全然溜まってないです、本当にクルース感って大変でしょ、きっと好き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 じゃないだけじゃないでしょ、きっとね、遠くなっていってるでもご飯行きたくなったね、うちの両親と、そう一緒にお散歩して、お散歩して、でもどっちかといえばなんかお散歩じゃなくて、あのおもちゃ買いに行ったイメージだったうちの両親は、タクマンとバイバイした後一言、タクマンよう喋るのすごいね、あれはあれですよ、リップサービスですよ、すべてはリップサービス、さあ、ということで黒浜沼こんな感じです。昔はね、この辺貝塚だったので、たくさん貝がね、いいね、この映像綺麗に見えますね、すごい、いや別に生で見ても汚くはないですいやいや、なんかすごいいいね、いいじゃないですか、お散歩